あなたの身長が伸びていないのは X が足りていないからかもしれません。身長を伸ばしたい人絶対必見。身長美容医師学科学生整形学専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日はね、お話しさせていただくのは、身長、あなたのお子様、あなたが身長が伸びないのはズバリ〇〇が足りていないからっていう話ね、させていただきたいと思います。今日のね、内容超重要。身長を伸ばしたい人絶対必見。そして身長が伸び悩んでる、そういった方にもぜひ、ね、ご覧いただきたいという動画になっております。というのも、今までの動画の中で最も重要な栄養素についてお話をさせていただくからということになります。で、この動画を、ね、撮ろうと思ったきっかけは、とある、ね、ボディービルダーさんの動画を見ていて、そうすごく参考になったため。まあね、私の動画長く見ていただいている方だと分かる通り、身長を伸ばすという考え方とボディービルの人が筋肉を発達させるというのはすごく類似している部分が多い。で、というのも結局骨端線が閉じた状態ですと、筋肉が肥大するような、食生活っていうのは比較的成長期の身長を伸ばすというような作業と極めて似ているからっていうところになります。で、今日ねズバリお伝えしたいのは必須アミノ酸 EAA ですね。必須アミノ酸、皆さんご存知でしょうか？もしね、必須アミノ酸っていう単語を明確にね答えることができないのであれば、それは非常にもったいない。それは身長を伸ばすのに、まあ、有益ではないというか、身長を伸ばすチャンスをね逃しているってことになりますので、ぜひねこの動画見て勉強されてください。過去にですね、私の動画ですね、身長を食べる食べようなこれだみたいなね、こちらの動画とはね、ずいぶん前ですね、私の顔もだいぶ違うってところで、月日が経ってるのがよくわかります。その中ですね、まあタンパク質が重要となんてお話をさせていただいてます。実際ねご覧いただいてカウンセリングなんかねさせていただくと、実際1日あたりねタンパク質の摂取量だったりだとか、タンパク質の、ね、具体的に卵を何個食べてくださいとか、牛乳何杯飲んでくださいだったりだとか、お肉はこれくらい食べてくださいとか、そういったところももちろんね私の方からね指導させていただいて、実際に治療受けている方はそれを守っていただいているはずになります。それに対してなんですけども、今日はねさらになんだけども踏み込んで、タンパク質の中でも特に必須アミノ酸が重要であるという話をさせてください。早速ね、皆さんね、タンパク質の中の必須アミノ酸ってところでね、少し混乱されている方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で、まずはなんですけども、タンパク質というのはアミノ酸の集合体であるというところね、ここが一つ目のポイントになります。そのタンパク質がより構造が複雑になっていくことによって、それらが鶏肉だったりだとか、牛肉だったりだとか、豚肉だったりだとか、まあ、はたまたね、また全く別のものやったりだとか、まあ、そういったふうにして、そのより一層ですね、そういったものになるわけですね。それが例えば分解されていって、細かく切っていくと、それこそ例えば炭素だったりね、C とかね、水素だったりだとか、もういわゆる元素記号と呼ばれるようなところね、そういったところまで分解されていくっていうことになります。で、その中間に値するのがアミノ酸っていうような形になりますので、まあ、そのアミノ酸が今回重要だっていう話をさせてください。で、タンパク質を摂取した方が身長が高くなるというのは、まあ、皆さんもね、私の動画を見ている方であればある程度ご理解いただいていると思います。で、その中でもタンパク質の分解していくとアミノ酸に分かれると。で、アミノ酸も実はそこからさらに分解することができて、必須アミノ酸と必須ではないアミノ酸という表現になってきます。具体的に必須アミノ酸、バリン、イソロイシン、ロイシン、メチオニン、リジン、フェニルアラニン、トリプトファン、スレオニン、ヒスチジンということで、我々ね医師免許を取るときでもこういったのを覚えさせられたんだけど、まあ、こういったアミノ酸が重要であるよってこと。で、別にこれらを一個一個覚える必要はないんだけども、こういった風にして9個のアミノ酸に関して言うと必須アミノ酸に該当するんだよと。で、何が必須なのかっていうと、これは経口摂取することが必須であるっていう意味になります。体の中で合成することができないよっていう意味になりますので、非常に重要なアミノ酸だってことになります。ですので、私のクリニックでも実は栄養補充指導、栄養補充療法の中で必須アミノ酸を皆さんにお渡ししております。というのもこういった理由からになりますね。タンパク質を例えばなんだけども、まあ、たくさん摂取したとしても、この必須アミノ酸が含まれてないタンパク質であれば、そこの必須アミノ酸のね部分に関して欠乏という評価になりますので、そうすると非常にもったいないと。で、その分解吸収するっていう意味だと、タンパク質がアミノ酸分解されていくという原因だし、体の中で、ね、その作っていくっていう意味ね、例えば今回骨を身長伸ばすってことが目的なわけですから、と身長に対して言うと、そういったアミノ酸がこの合成されていってタンパク質になってて、そこにねカルシウムとかリンが沈着することで骨が形成されていくわけなんだけど、そこの材料になるのがこの必須アミノ酸になってくると。で、その必須アミノ酸っていうのは体の中で作れないよっていう意味だ。逆に言うと必須
アミノ酸以外のアミノ酸に関して言うと体の中で合成することができる。例えば体の中でね A という物質が足りなければ B が変換して A になるとか C が変換して A になるとかそういったことがある程度期待できるってことね。もちろんそれらを摂取しなくていいなんて発想にならないとは思うんだけどもそういったことがある程度期待できると。それに対して必須アミノ酸、まあ、例えば必須アミノ酸 X って表現にしましょうかね。 X には何もなれないですね。 B も X になれないし C も X になれないし A も X になれないね。そこがすごく重要なポイントです。なのでそういった必須アミノ酸を必ず摂取する必要があるというのを私今回、ね、お伝えしたくて動画の方を撮影しております。で必須アミノ酸が重要であるっていう論文っていうのは多分おそらくデータ上で示すのは少し難しいのでなかなか、出てこないんじゃないかなと思います。またね後日ちょっと調べてみようかなと思います。ただまあおそらくそういった論文って出てこない。なのでどちらかというと論文ベースというよりは理論上ベースで非常に重要だということになります。ただし私もですねこれ今日曜日です。これ実はね撮影してる日曜日です。家にいてですねもうこの動画撮りたくてです、ね、家からですね急いで出てきて今です動画を撮影してるところで、まさに皆さんにこういったことをお伝えしたい、そういうふうに思って撮影しておりますということで、今回ねお伝えさせていただいた必須アミノ酸になります。あなたの身長がもしくはあなたのお子様が身長が伸びていないのは必須アミノ酸が足りていないかもからかもしれません。ですのでもしね身長を伸ばしたい方に関して言うと適正量の必須アミノ酸をね摂取されることをお勧めします。特になんですけどもその必須アミノ酸に関して言うと、まあ、血中の中にある一定の血中濃度の濃度を保ってきたわけですのでその飲み方に関してはある程度工夫が必要で、まあ、1日1回だけではもちろん悪くはないと思うんだけども1回よりも2回とかそういうふうに分割していく方がより一層ね効果が高いというふうに考えられますのでぜひねご参考されてください。それではまたね今後もですね身長に関することね全身全霊で、ね、配信していきたいと思います。身長伸ばしている方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたバイバーイ。